はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、五色レジェンドですね、になります。はい、ちょっと前にスライムロームかなで、紹介したコンボがありまして、それがラトスタインとローナと、まあ、伝説の秘宝ですねがあれば、まあ無限にねラトスタインを狙い続けることができますよっていう、まあコンボというかループデッキについてご紹介したと思うんですよ。で、このループのパターンって実は数体からでやること自体は可能でして、で、そうなった時に、まあ普通にあのスライムロームっていうタグもあるんですけど、今回はですね、こっちですね、ジョダを使った方の、ループについて紹介したいかなと思います。まあ今回のね、紹介試合のところでジョダ一回も引かなかったんで、はい、ジョダは出ないんですけど、はい、まあこのデッキですね、まあジョダってこのカード、自分が手札からレジェンダリー呪文を唱えるたびに、それよりマナ総量が小さくて、まあ土地でないレジェンダリーカード1枚が、まあ唱えることできますよってことで、はい、何をしたいかっていうと、今まで伝説の秘宝とローナとラトスタイン全部揃えなきゃいけなかったんですよね。はい、そこに、まあ秘宝プラスラトスタインプラスジョダーっていうタクで揃えることができるようになったっていうのがこのデッキの強みかなと思います。どういうことかっていうと、秘宝がある状態で、まあ、ラトスタインって毎ターンね、1個ずつ払っていくことで、まあ実はくる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 することができるんですよ。その過程で、デッキからコスト2のレジェンダリーがめちゃくちゃめくれるんですよね。で、まあそのめくれてる間にローナさえめくれてしまえば無限ループ到達。で、今まではですね、この無限ループのフィニッシュ枠っていうのに、ジョインアップ、ちびもねかな、ちびもねの加入っていうカードを使ったんですけど、今回はそこをこの陽気な、敵弾兵や薬瓶砕きですねを使うことによって、このカードも2コストのレジェンダリーなんですよ。で、無法者1体が出るたびに対戦相手1人を対象として、まあ、1点ダメージなんですが、まあ、ラトスタインが無法者ということで、これクルクルしてる間にローナとラクビン砕きって揃うんですよね。はい、ってことで、まあスライムロームの方が実はね、対象幅というか動き自体は綺麗なんですが、まあ、こういうジョダーを使った方もあるよということで、ぜひとも紹介しようかなっていうことで今回持ってきました。はい、実はそれだけじゃなくて、ラトスタインってぶっちゃけハジャールをクルクルするだけでも結構強くて、2ターン目ハジャール3、まあ3ターン目ハジャール死んでるところをラトスタインで回収だけでも結構強い動きになってくれるっていうところも含めて、まあ実はこの辺のね動き自体は結構いいんじゃないかなということで、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率は4割とかかな。すごい悪いです。なんでかっていうと、このデッキはアグロに弱いからですね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、キープかな。うん。シャナとか出るのがちょっと遅そうではあるんですけど、まあ、ジョダーから出るのはそれはそれで問題ないデッキではあるんで、一応キープでいいかなと思います。黒緑。あー、ラトスタインも偉いですね。うん、まあ、ポケモリ一旦のど首でいいですけどね、これ多分。まあいっか、ライフもうちょっと余裕はあるんで、ほい、秘宝からでいきましょう。秘宝シャナエンドかな、次のターンは。うん、置物除去してくるならそれはそれで問題はないので、まあ、こっちの動きはちょっと弱くなっちゃいますけど、生な教室の保証、うん、問題はないんで、これはシャナだけ置いてエンドですね。エンドで、次のターンにジョダーラトスタインまでは持っていけるんで、で、向こうデッキってさすがに除去がいっぱい入ってるタイプのデッキだと思うんですよ。ゴルガリなんで、のど首とかはある前提なんですよね。で、そうなった時に、ちゃんとジョダーを生かしたいので、まあ次のターンでいいかなぐらいな感じですね。うん。まあ次のターンが次の次かな。もうちょっと待って大丈夫だと思います。で、まあこれも大丈夫です。6点受けましょう。うん。ラトスタインでシャナ自体は回収が効くので、ホーム感を打て。まあ、回収してもう一回出すことも可能ですし、まあ、もうちょっとの間ゆっくりはできるかなと思います。のど首は一生構えておきたいですね。ポケモリワンドロー、うん、うわー、スクレルブ引いちゃった。まあこれはラトスタインで、
シャナ回収、まあスクレルブまで持ってって大丈夫だと思います。エンドで引きたくないカード引いちゃいましたね。ジョダーからめくれるカードでもあるんで、2コスト出した時に、なんで別に後でもよかったはよかったかな。うん、でこのサイズアップも多分大丈夫です。おい、ヒダゼくんはちょっと嫌ですね。秘宝割られるのが結構嫌。スクレルブ割ってくるならそれはそれでではあるんですけど、あースクレルブ割ってくれましたね。じゃあ OK。まあ、この6点も受けましょう。うん、ターンもらって、まあ人間って言ってきますか。人間、まあジョダでシャナで大丈夫ですね。これはどうせ除去はジョダに飛んでくるんで、ジョダ寝かしますか。まあローナも悪くはないですが、エンドでいいかなと思います。向こうにサイズガチャしてますからね。うん、で除去があるならジョダーに切ってくるはずなんですよ。でこのターン除去してこないのであれば、相手除去は持ってないですね。はい、略奪、これは除去探しに行きましたね。のど首かなんか探しに行ったと思います。どっかへ追加ラトスタインとか引ければそれで OK ではあるんで、うん、ローナとかクルクルするので問題はないかな。でこれでパイルキシャンって言ってることを考えると、多分これ抹消者プラス格闘みたいな形であると思うんですよね。うん、ちなみにシオルは特に問題はないです。もうとっとと落としてあげましょう。うん、適当に落としてあげて、そもそもこれフルパンしてあげて OK なんで、一応ローナだけ残します。マストブロックは要求できてます。最低限1体どこかブロックしなきゃいけないですね。うん、最低限どこかブロックしなきゃいけなくて、はい、のど首もう1枚積もれるのが一番強いですけど、あーなるほど、ダブルブロック、まあ、ラトスタインが落ちる分には特に問題はないので、エンドで5枚、いや4枚だな。あ、 Z でやり直しするべきでした。プレミです。抹消者格闘が飛んできちゃうとめちゃくちゃなことになっちゃうんですよね。完全プレミです。ただまあ呪言付与はできるんで悪くはない状態ではありますかね。うん、まあこれはどこをどうやっても勝ってるんで OK ですね。うん、ジョダー取っても10点入っ、ああ10点か、まあこういう位置あるんで、ほい、こういう位置で6点ゲインの、まあ置いて X2 とかですかね。ああいいですね、のど首。一応抹消者格闘も受かる形になりましたね。名村ひとしの保証、じゃあ問題ないかな。うん、ほい、ポケモリ、トランプル自体はないデッキではあるんですけど、まああんまり問題はないかなって感じはしますね。まあでかいところになんかくっつけてくるのであれば、のど首で落としてあげれば OK なんで、ほい、落ち、切り崩しだともう落ちないんで、ここにのど首当てて大丈夫だと思います。横抜けてますね。うん、グッドゲーム、大変ありがとうございました。
はい、対戦よろしくお願いします。まあキープでいいかな。はい、タップインスクレルブタップインシャナになるかなと思います。黒ギレス、まあ、この時そんなもん関係ないですからね。うん、まあ、とりあえずスクレルブから置きましょう。ここのトップの伝説の飛行はズルだと思います。はい、結構ハンデスチックなんですかね。うん、まあ、切り崩しで落としてくると。一応相手目線ってこのターンデュレスすごい使いづらいと思うので、まあ、引いてきた伝説の飛行を置きましょうか。うん、これはズルだと思います。まあ、ベリアナとかが飛んでくるなら、まあ、飛んできたかなっていう感覚もありますね。メリーラとか捨てれるんで限りない攻力3ドロー。まあ、人間、まあ、ローナから三面展開で多分大丈夫だとは思うので、うん、三面展開で多分大丈夫だとは思います。ほい、メリラまで置いてきましょう。これによって次のターンシャナからの3ドローっていうタクも存在するんで、なんかでかいカードが来ない限りはなんとかなるかなって感じはありますけど、シャナを落とそうとしたらのど首2枚要求なんですよね。まあ、切り崩しはしゃあないです。そうします。まあまあコンボの要ではあるんで、うん、さあもらってアーティ、まあ、とりあえずシャナは殴ります。ミリーラまで殴る必要はないと思います。このターンの3ドローの後の動きとしてほしいので、まあやるなら2ドローかな。うん、ほい、アーティが引けたゆえ2ドローですね。ソリン、ここは消してあげて殴ってあげるターンにした方が強そうな感じがします。ほい、ここで9点入れたいですね。うん、さっきのターンはメリーダとか構えるために残しましたけど、このターンはフルで展開して殴りたいターンかなと思います。ラトスさん偉いですね。まずフルパンしましょう。ローナまで置いてエンドかな。いや、置かずにエンドでもいい。いや、ローナは置いていい。エンドで、まあ、このターンは3ドローしちゃいます。ほい、アドバンテージはね、ちゃんと回収できるようにしておきたいです。対戦で投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手これでキープするの世も末な気がしますけどね、私は。うん、でも今の環境これでキープしなきゃいけないと思います。まあ、喉首だったりとかで一旦ね、相手の動き妨害しないと話にならない環境だとは思うので、まあ、あんましたくないですが、これでキープします。白ハジャール悪くないですね。1ターン目何もなかったんでハジャールから出していきたいです。で、相手目線、これ名前が出てこないな。ほい、ターンもらって、相手目線ってこれどう考えてもロームなんですよね。うん、通ったんですけど、殴りますか。ローナは次のターンカーにしましょう。白得エスパーミッドレンジですね。なんで次のターンにしたいかって話をするんですけど、次のターン以降の方がいいポイントがいくつかあって、それかこいつを今カウンターされちゃうと終わるんですよ。でラフィーナは次のターンこっちで落ちるんで、うん、まあ、こいつが3-3になろうがそんな関係ないですからね。今のこの状態だとローナのルーターがすごい大事な状態ではあるんで、まあ、このデッキ一応殴り合い自体は結構できる方のデッキなんで、まあ精霊信者の力、こいつは絶対落とさなきゃいけないんで落とします。ほい、でローナ一応この状態でもラフィーに対してのど首が当てれる状態ではあるんで、そんなに悪い状態ではないかな。うん、そんなに悪い状態ではないかなと思います。シェオルで、この3点はぶっちゃけ受けちゃっていいので、シェオルの方を落としましょう。
はい、このターンは受けて大丈夫だと思います。問題は次のターン以降になってくるんで、プチル、まあ一旦ルーターから入りましょう。あーって悪くはないですね。起こしてエンド、まあハジャール捨てちゃっていいターンになってきましたかね。うん、ハジャール捨てちゃっても大丈夫なターンになってきたと思います。プチルのおかげで相手がこっちのターンに動くことはできないんで、除去があるなら吐いてくると思います。うん、ただこっちハジャールはずっと残しておきたいんで、ここは別に処理されていいかな、ターン的に。うん、ターン的には大丈夫だと思います。でこの置き方的にこれほぼ葉っぱですね。で葉っぱなのであればこれローナひっくり返して殴る方が強いんじゃないかな。うん、これはファイマナ払ってローナをひっくり返します。うん、で殴りましょう。次のターン白更新置いてくれるなら OK で、白更新が置いてくれるなら、まあ精霊信者の力プラスアルファでなんとかなりますし、ほい、エンド、相手置きたいですよね、白更新置きたいターンだとは思うんですよね。でまあここに対して殴れるのは33だけなんで残り6点、残り6点なので、まあアーテイプラスアルファでなんとかなるかなぐらいな状態にはなってますけど、もっと危ないカードが来ましたね。うん、まあこの3点は受けましょう。ターンもらって、まあアーテイで処理が強そうなターンなのでアーテイで処理します。ほい、うん、まあドローして、まあ精霊信者の力で、まあ適当にこの辺飛ばして、これフルパンがすごい強いターンなんでフルパンします。8点、残り3。ローナがトランプル持ってるんですよ。なんで相手目線って除去かなんかを絶対しなきゃいけないターンになってきてて、でかつこの 2-2 ってこのターン殴れないんですよね。で白特目置いちゃうとこっちの勝ちがほぼ確定しちゃう状況っていうので、まあ相手の動きすごい制限できてるんじゃないかな。除去プラス何かしらタフネスの高いやつしかないかな。まあ除去っていうタクもありますかね。うん、除去のタクもありますね。ただそれぐらいしか逆にないと思います。白特目置けない状態で、でまあシオルとか追加したところで追加のど首がないと話ができない状態、かつのど首だけだったら多分一発ぐらいなら耐えるんで、こっちのデッキは。うん、相手目線ローナを絶対処理しなきゃいけないんですよ。でこの2点は受けちゃっていいかな。うん、この2点は受けちゃって大丈夫だと思います。はい、でフルパンしてあげましょう。英雄の小位置で呪言も1個付与できるんで、ほい、まあ、ローナに対して打つしかないですよね。まあ、英雄の攻撃で呪言付与して、はい、でトランプルなんで3点も確定で通っちゃう状態ですね。はい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあループは見せれなかったんですけど、まあ普通に打点がでかいというか、プレイングでなんとかなる部分というか、まあレジェンダリーっていうのは結構ですよね、サイズがでかいっていうところが見れて受けたかなと思います。はい、ただやっぱり問題点はありまして、今の環境って初動というか、まあブロッカーが機能しづらい環境で、はい、まあ、赤弾とかボロス召集とかもそうなんですけど、横並びをめちゃくちゃするだったりとか、まあ2対3対ぐらいなら別にブロッカーで対処できるんですけど、もう5対6体とか横並びしてくると、もう1対2体のブロッカーはどうしようもないってことで、まあブロッカーがすごい機能しづらいんですよね。赤弾とかはもう上から飛んできますし、まあそもそもブロッカー1体だけだとどうしようもないくらいサイズ上がりますしね。ってことで、ブロッカーが機能しづらい環境で、かつ、
まあ、軽量除去を求められちゃうんですよね。なんで今の環境、こういう2コスト3コストでクリーチャーを展開するデッキ、まあきつくて、はい、なので、まあちょっと勝率自体は悪いのかなっていう印象はありますかね。はい。ただ、デッキ自体は結構強くて、そもそものサイズ、ハジャールとかラトスタインとか使ったサイズゲーっていうのはしっかりできるタイプのデッキ。かつ、まあ、手動にね、除去を要求されさえしなければ、こっちから詰めることができるカードがすごい多いんですよね。はい。まあ、今回は、まあ、このラトスタインとかを使った、まあ、リソースもちょっと、厚めに取れてる状態でもあるので、まあ、アーテイでの除去だったりとか、カウンターでの押し込みだったりとか、クチルとかもね、このカード適当に存在するだけで、まあ、ハジャールとかのサイズ修正だったりとか、ジョダーとかね、サイズ修正からワンドローもできるのと、こっちのループを止めれなくなるんですよね、相手に。うん。ってことで、こっちのループを止めれないというのも含めて、実は結構相性自体がいいカードはすごい多いんです。相性いいカードは多いですし、盤面として強いカードはすごい多いんですよ。すごい多いんですけど、今の環境向きじゃないっていうだけではありますね。はい。ただ、しっかりループして勝ち切ることができるデッキではありますし、まあ、どちらかというと紙の方がやりやすいと思うんですけど、はい。まあ、無限ループ系なんでね、紙の方がやりやすいと思うんですけど、ちゃんとループで勝ち切る、まあ、要はアタック以外の勝ちパターンを持ってるタイプのデッキってことで、まあ、シェオルとかに対してもね、シェオルじゃないわ、ホーローかな。ホーローとかに対してもある程度強いデッキではあると思いますし、はい。まあ、そもそもサイズゲーができるんで、まあ、対ミッドレンジとか結構強めに立ち回ることはできると思います。ゴルガイミッドとかね、そっちの方にはしっかり立ち回ることはできると思いますし、まあ、シャナとかね、こういうライフゲインとかもできたりとか、まあ、使いやすい除去とかも実はあったりとかはするんで、はい、ソーサリですけどね。はい、あったりはするんで、まあ、結構悪くない感じかなとは思いました。環境さえ合ってしまえば、普通に強いデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは、